はい、悪い予感シリーズなんですけども、今回はですね、ある国のことをちょっと取り上げてみようかと思います。このある国というのは皆さんもね、想像に難くないと思いますけども、こういう名詞は出さないでおきますね。まあ、ある国ですね、すごく強力な世界中を蔓延させるようなね、ウイルスが発生したんですよ。でそれが意図的なのか事故なのか分かりませんけども、世界中に広まってしまいました。でこの発生のわずか本当に数ヶ月前にですね、世界中からこの国っていうのはマスクですとか防護服とか医療物資をね、もう非常に多く買い漁ったという事実があるんですよ。そしてその購入が完了した後にこのウイルスが発生して世界に広まっていきました。そしてですね、世界中が今度は医療パンデミック、そして医療費不足、医療崩壊ですか、こちらを起こす中、もう物資が足りないわけなんですよ。そこにですね、今そのある国がその物資を、蓄財した物資をですね、自国民が苦しんでる中、そんな自国民にはね全然配らずに、この輸入した物資をですね、あらかじめ輸入してあった物資を提供するってことを今やってるんですよ。例えばフランスという国に対して、マスクをね、送りますよと、医療物資を送りますよと、その代わりファーウェイの 5G インフラをあなたの国で使ってみませんかっていうふうな交換条件を出してるんですよ。これはですね、この一つの現象を捉えて謀略だとか陰謀だとか計画だったとかね、なかなかね想像したままに言いたくはないんですけども、そういう現象があるということをお伝えしておきましょうか。そして日本にもですね、ある時、援助したマスクの10倍のマスクが送り返されてきたという美談がありました。これ自体は美談なんですけども、どうでしょうかね、何とも言えないところがあるのかなと思います。さあ今回の動画、ちょっと悪い予感なんですけども、悪く考えると、まずね、世界中から医療物資を買い漁って独占しておいて、その後でその医療物資が必要な事態を引き起こしておいて、恩着せがましくあげますよという形で手を差し伸べてくれる多くの方は、世界中でですね、なんていい国なんだろう、じゃあこの国ともこれからも仲良くやっていきたいよねっていうふうに、その原因を作ったのが誰なのかを忘れてですね、ありがとうになってしまうと、そういうふうな形があるんですよね。こういうふうな人の心理を使ったり、人のいわゆる、弱みにつけ込んだ外交戦略、新しい時代の戦争とでも言いますか、侵略とでも言いますか、こういったものによってもしかしたら私たちは動かされているのかもしれないなと思うんですよ。そうなんですよね。なんかね、こう犯罪者がやってきて、命だけはお助けをっていうふうにね、被害者の方が言いますよね。そしてよし、命は助けてやろうと思ったら、ありがとうございますみたいな感じになるんですけども、元々の前提条件が理不尽じゃないですか。何の罪もないようなね、人のところにやってきてナイフを突きつけて、もうあらん限りの要求を出して、さもなければ殺すってわけですよ、ね、こちら側としてはいいこと全くないですよね。命が助かったからといって、なんでね、そのナイフを突きつけてくれた犯罪者に対して恩や感謝を感じなければならないんでしょうかね。今回はね、悪い予感ということで、そんなことはないだろうなと思いながらも、ちょっとね、この事実をつなげてみて、もしかしたらこういうふうなストーリーも考える人いるんじゃないかなと思いまして、放送させていただきました。そのある国がね、今どういうふうな形で世界から見られているのか、そしてこれからどう見られていくのか、非常に注目するところだと思いますし、プラスですね、私たちはどういうふうにすればよかったのか、グローバリズムは本当に正しかったのか、今ローカリズムっていうのがね、また再認識されてるんですよ。そうなんですよ、アメリカファーストじゃないですけども、まずは自国内を固めていきましょうと、他国への依存はそれからだということなんですよね。自国内に足りないものを自国内で作るではなくて、他国に依存してしまった、その一つのね、デメリットがこのグローバリズムっていうものではなかったのかなと思うんですよ。今こそ我々は内需を鍛えてですね、一人一人が危機に対して自立して立ち向かっていくような、そんな能力を身につけておく必要がない、あるんではないかなと思います。それがですね、自国内ファーストではないですけども、他者への施しにもなると思うんですよ。施しといったらね、言い方が適当じゃないかもしれませんけども、自分たちがしっかり自立するからこそ、他者とも手を取って協調していけるってことなんじゃないかなと思うんですよ。お互いの弱みにつけ込むようなね、そういう外交はもう終わっていくんではないかなと思います。本日は以上です。